毎朝の計量、減らない体重、そして極度の空腹に耐えきれず、切れ食い、満腹感とともに襲ってくる自己嫌悪。これは去年の私である。ボディビル大会に出場するためにおよそ8ヶ月の減量を行うも、予選敗退。一瞬にしてその努力が水泡と化した。あれから半年、彼は悔しさをバネに地道な筋トレと食事、数々の経験を得て、8月のボディビル大会に向けて再び6ヶ月の減量という長い旅を始めることにした。この動画は彼の減量生活の一部始終を記録したものである。減量のスタート、体重と、この見た目はこんな感じですね。ここから80キロちょっと目指して、96から80キロなんで、マイナス16キロ、目指してちょっと絞っていきたいと思います。ポーズしとくとこんな感じ。そうですね。ここから絞っていきたいなと思います。毎年うまくいってないんですけど、1ヶ月前までには仕上げておきたいんで、5ヶ月でマイナス16キロ減、ということなんで、1ヶ月までに、1ヶ月単位でマイナス3.2キロずつ減らしていく計算になりますね。なんで、今月の2月の終わり、までに今86キロなんで、82.後半ぐらいまで、減らすっていうことですね。ちょっと頑張っていきたいと思います。ちょっと今回ちょっとなるべく自分の一人で解決しようせず、ちょっといろんな人に頼りながらやっていきます。ちょっともう自分のキャパオーバーのところことはしっかり人に頼みたいなと思います。そういう感じですね。はい、これが今回のご飯ですね。ご飯 100g と、卵茶碗蒸し、全卵2個と卵白8個の卵茶碗蒸しです。2食目です。白米 100g と牛肉 250g と、ネギ1本入った味噌汁ですね。全然量はそんな少なくないんで大丈夫です。はい、ゴールドジムでのトレーニングは終わりました。今からちょっと牛肉買って、家帰ります。そんな感じです。さっきプロテイン飲んだんで、せんべい食べます。さっきちょっとウォーキングもしてきました。全然歩いてなかったんで。痩せるぞ。計算としては、1ヶ月ごとに3.2キロ痩せればいいんで、1週間だと0.8キロずつ、減らしていけばいいか、計算になります。頑張ります。鮭3切れと白米ですね。ちょっとこのバタつゆがひどいんで、こう長めのパンツを買ってみました。もうこうしても全然擦れないですね。もう全然、ほら、全然滑ってない。ティー。はい、ラストのご飯の牛肉 250g と羊羹ですね。やっぱ牛肉がうまい。鶏の胸肉はもう半年ぐらい食べてないですね。2時就寝。はい、起きました。じゃあちょっと体重測ってみます。変わんねえな。お気づきになられただろうか、彼は自分の体重が変わっていないと思っている。のペースで減ってればいいんで、いいとします。あと何ですかね、体重変わらなくても、ちょっと体の組成変わってたら、いいということで、ちょっと毎回この体チェックしながら、ちょっと体重変わらなくても体が変わってるのかどうかっていうのを確認しながらやっていきます。ちょっと毎回ダブルバイセプス、このポーズで、ちょっと確認して体の変わり具合も見ていきたいと思います。そんな感じ。はい、牛肉 250g、白米 100g、納豆1パック、ネギ1本入った味噌汁。
はい、今回のご飯は、全卵2個、卵白8個の卵茶碗蒸しとご飯 100g ですね。これ食べてから、パーソナルトレーニングに行きたいと思います。はい、今筋トレが終わったんで、あ、はい、今仕事が終わったんで、今から筋トレ、やります。胸のトレーニングですね。というわけで行ってきます。はい、帰宅からのプロテイン 60g と、せんべい、ですね。今摂取してるカロリー的に3000キロカロリーぐらいなんですけど、まあちょっと空腹を感じる時間が1日の中でちょっと多くなったかなっていうぐらいの感じですね。はい、牛肉 250g と、いよかんですね。はい、じゃあ寝ます。今日摂取したカロリーは、まあ、昨日とほぼ同じなんですけど、昨日2900キロカロリーで、今日は3000キロカロリーって感じです。まあ、こんな感じですね、とりあえずは。じゃあ寝ます。ちょっと体重測ってみます。前回が57.3、あ、違う、6、95.2だったんで、今日は何キロかなっていう感じです。はい、じゃあ行きまーす。はい、マイナス200グラムですね。まあ、焦らずぼちぼちやっていきます。そんな感じです。はい、ご飯100グラムと卵白8個、全卵2個のご飯ですね。どうす。はい、牛肉250グラムと白米100グラムに、かつ刺し、味噌汁って感じですね。ネギ1本ですね。はい、今仕事帰りです。ちょっと取るの忘れてたんですけど、白米 100g と酒3切れ食べました。で、今からまた家に帰って、飯食べます。そんな感じ。はい、白米、はい、100、は、はい、白米105、はい、100、あ、納豆も追加しました。はい、今ゴールドジムで入浴しました。ちょっとスーパー行って買い物して、家帰ります。はい、帰宅からのプロテイン 60g とブルーベリーですね。そんな感じです。はい、じゃあ寝ます。今日の摂取カロリーは3013キロカロリーでした。まあ、そうですね、まあ、3000キロカロリー基準でやっていきたいなと思います。そんな感じですね。じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。昨日の体重が95キロだったんで、今日はどうなってるかっていう感じですね。じゃあちょっと測ってみたいと思います。あ、OK ですね。いいですね。マイナス600グラムって感じですね。順調です。まだ見た目はあんま変わんないですね。90キロぐらいになると変わるかなっていう感じですね。白米 100g と牛肉 250g ですね。はい、ただ 250g と白米 100g ですね。はい、今亀戸で仕事が終わりました。で、今から市川、総武線市川に行って筋トレします。そんな感じです。仕事が終了しました。今から帰ります。はい、牛肉 250g、 白米 100g、 春菊1束。はい、寝ます。ちょっと今日は計算ちょっとだけミスって、2828キロカロリー、ちょっと少ないですね。ってな感じです。まあ、なるべく3000キロカロリーでまず減らしていくような感じにしていきたいなと思います。じゃあ寝ます。はい、おはようございます。昨日が94.4キロだったんで、今日は何キロになるかっていう感じでしょう。今から体重上がっていくんですけど、さっきボンミスでグルタミン飲むときに水も飲んじゃったんですよね。ちょっと増えてるかもしれないです。じゃあ測ってみます。94.4キロが何キロになるかってので、 OK、 マイナス300グラムですね。はい、牛肉 250g と白米 100g ですね。卵白8個、全卵2個、ガツ刺しとネギ1本の味噌汁。はい、今
ちょっと仕事終わったんで合間に筋トレ行きます。はい、仕事終了です。じゃあ帰ります。はい、今日の飯ですね。牛肉 250g、 ネギ1本入った味噌汁とミックスパイ。はい、風呂に入ります。今日の摂取カロリーは3026kcal でしたね。まあそんな感じで、ですね、寝ます。はい、はい、おはようございます。ちょっと鼻かんだら話出たんで、ちょっと鼻栓してます。昨日が 94.1kg だったんで、今日は何キロかなっていう感じの状況ですね。じゃあちょっと測ってみます。94.1kg から、はい、腹筋プラス300ですね。体重減ってなくてちょっとピエンって感じですが、まあ1週間の中で、目標体重減ってればいいんで、まあこういう日もあるかなって感じですね。はい、牛肉 250g、 白米 100g、 ネギ1本の味噌汁。白米 100g と牛肉 250g ですね。白米 100g と酒3切れですね。はい、仕事が終了しました。帰ります。はい、全卵2個、白米 100g とアスパラナ1束の味噌汁ですね。以上。はい、ラスト飯ですね。プロテイン 60g と予感。はい、どうでもいい報告なんですけど、無職になるって宣言してたんですけど、いろいろちょっと話がこじれまして、博多に引っ越して、トレーナーしながらまたこの YouTube 活動、まあ、SNS 活動とかをしていく感じになります。以上。はい、入浴が終わりました。帰ります。はい、寝ます。今日は2926kcal っていう感じでしたね。まあ明日は、今日増えてたんで明日はどうなってるかっていう感じです。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨日はちょっと増えて 94.4kg だったんですけど、今日は何キロになってるかっていう感じですね。ちょっと昨日あんま歩いてないんで、ちょっと謎なんですけど、乗ってみたいと思います。はい、まあマイナス 100g ですね。まあいいんじゃないでしょうか。はい、いつものご飯です。はい、はい、卵白8個、全卵2個、白米1合。じゃあ今からジムで、筋トレをします。はい、筋トレも終わって亀戸での、パーソナルも今終わりました。帰るだけですね。以上。はい、白米1合、酒3切れ、梅干し1個ですね。そしてこれは友人が結婚するらしいんで、招待状ですね。以上。はい、じゃあラストの飯、プロテイン 60g ですね。はい、入浴が終わりました。帰ります。はい、今日の摂取カロリーは3417kcal でした。意図的にちょっと摂取カロリー上げましたね。もうちょっと取る予定だったんですけど、ちょっとそこまで取れなかったですね。というわけで、まあ明日ちょっと増えてるかもしれないんですけど、まあこれまた、長期的に見て、減らすための、まあ一つの策ですね。というわけで終わりです。おろす。